1912年製の1187号車による胴体保存運転収蔵庫。左手にトロリーバスの保存車が見える事業用路面電車の保存車収蔵庫内。左側は PCC カー、右手奥はポルトの路面電車保存駅車、ボーイングバートル車が製造した軽快路面電車の保存車オレゴン州における一応オレゴン電機、鉄道博物館は、 アメリカの太平洋岸北西部で最大の路面電車の博物館である。電車の胴体保存運転を行っている。オレゴン州ブルックスに位置し、オレゴン電気鉄道歴史協会が運営を行っており、パワーランド歴史公園の一部となっている。当初この博物館は、ポートランドの西40マイルに位置するグレーンウッドにおいて1959年に開館した。 1963年より胴体保存運転を始め、1966年に定期的な運行を開始した。この博物館はトロリーパークという名前であったが、正式な名称は当時から現在と同じであった。このグレンウッドの博物館はかつて蒸上機関車で運営されていた森林鉄道の敷地を利用して作られ、オレゴン電気鉄道歴史協会は、 コンソリデーティドティンバー社の旧製材所の建物を4000の電車庫に転用した。この博物館の敷地面積は26エーカーで、胴体保存用の路線延長は1.7マイルであった。グレーンウッドでの博物館営業は1995年の秋まで続けられた。現在のブルックスの博物館は1996年に開館した。この現在の博物館は、 1> 約1マイルの河川集電式の保存運転線を有しているほか、世界各国の路面電車を収める4000の電車庫がある。博物館の開館期間は毎年5月から10月までで、路面電車の運転は土曜日に限られる。1年間で最大のビッグイベントは、毎年7月末及び8月最初の週末の計4日間に行われるスチームアップで、 何千人もの乗客が胴体保存の路面電車に乗車する。ありがとうございます。